はい、どうもこんにちは。自転車返してです。幻覚の実況パート16、もっといってるか、やっていきたいと思います。季節の変わり目ってみんな風邪ひくやんか。で、なんかまあうちの職場でも結構みんな11月の上旬ぐらいかな、なんか寒なってきたなみたいな時にみんなめちゃくちゃ風邪ひいてて、ほぼ全員風邪ひいてるぐらいの勢いやってんけど、なんか俺だけひいてなくて、俺いつもなんか季節の変わり目に風邪ひかんねんけど、なんか季節が変わって新しい季節が到来してきた時になんか人知れず勝手に風邪ひいてんねんな。 だから今もう12月に入ろうとしてんねんけど、なんかこのタイミングで勝手に一人で風邪ひいてて、なんかすげえ置いてきぼり感が否めへんねんな。ということで、まあ今回ちょっと若干テンション低いわけじゃないね。テンションはすごい高いねんけど、あんまりこうそれを露骨に声に出していくと多分咳が止まらんくなるから、ちょっとこんな感じの落ち着き実況でやっていきたいと思います。咳したら負けっていうルールどう？ この風邪をひいてるタイミングでなおなんか自分にストイックな一面をちょっと今出そうとしてるけど、咳するたびにちょっと自分の顔を殴っていくとか なぜかこの風邪ひいてるタイミングで自分にストイックになるっていう。とりあえず、何やったっけ、なんかベルが天気もいいし出かけようみたいな、なんかそんな感じのことを言ってたから、具体的な行動目標は示されてなかったよな、多分次の。まあ、こいつがでもどっか出かけるっつったら多分自宅やろうな。で、前回は、あれやってんな、確かベルが疲れすぎて倒れて、プレッツェルをもらって、ほんで元気が出たから、ちょっとどっか散歩でも行こうか、みたいな感じやったから、どこやろな。あれ自宅じゃないんか。もうでもあの森他に通じてる場所ないもんな。アンジ編でさ、プレッツェルあげた後に何があったっけ？プレッツェルって、なるほど、またあれか。アンジェの喉を潤すために。あ、で、これでなんかベル返り血浴びてたんか。まだ足りないの？ え？あ、もう家畜全部。あ、なるほどね。血と食料と持っていかなあかんってこと？すごいな、お前。なんていうか、あれやな。宅配ピザみたいな感じやな。お、父さん！お、久しぶり。今にも歩き出しそうななんかポーズしてるけど。父さん、なんで今まで？俺はずっとここにいたぞ。気づかなかったのか。ま、隠れてはいたが。すげえ。父さん、どこに隠れてたん？大人げなく机の下とかに隠れてたんちゃうな。やめてな、そんな恥ずかしいお父さん、俺嫌やで。今までも？何、ずっと隠れてたん？ああ、もちろん。お前が月曜日に吸血鬼を連れ出した子。あれ、なんか文章途切れてんねんけど。連れ出したこと。森のどこかにある隠れ家にかくまっていることも知っている。なんかさ、この鼻声が相まって父さんの声がすっげえなんかいい感じの声になってない？な、そんな全部？ベルント、お前は何もかも甘すぎるんだ。爪が甘いし、考えも甘いし、グミは美味しいしな。素人の浅知恵で俺を出し抜けるとでも思ってるのか？父さん、それよりどこに隠れてたんかすげえ気になんねんけど。すごいな、必死に隠れてたやろな、多分。お前が急に素直になったあたりからおかしいとは思っていたんだ。あんなところに吸血鬼を閉じ込めてどうするつもりだ？あれ？うわ、俺なんかこれやばい。これすっげえ嫌ではないけど、あんまりこう、よろしくない結末を今思い描いてんだけど。僕が何を言ったって聞く気すらないくせに、そんなこと今ここで僕が話すと思うか？すげえ。ベルが目で、これ、昔なんかやばい仕事やってたやつの目や。目でも怯えさせるタイプのやつや。ベルント、お前は自分のやってることが本当にアンジェのためになると思ってるのか？あんだけ高圧的な目してたのに、なんかすごい、
ちょっと言われただけでおじけづいてるよ。お前は強くなりたいといつも言っていたが、強くなるということは現実を受け入れ大人になるということだ。今のお前は目の前の現実からただ逃げているだけ。自分勝手な独善主義を振りかざしているだけだ。俺だってな、アンジェのことは本当の娘のように思っていたさ。あの子の父親は俺の親友だったからな。それに確かアンジェは自我を保っ、ほうほうほう、保ってるな。まあ一瞬ちょっとやばい時あるけど、だが彼女は立派な吸血鬼だ。吸血鬼でも下級ならば自我を保ってる場合があるんだ。吸血鬼は俺たちの敵だ。あ、ヴァンパイアハンターのね、クソダサいヴァンパイアハンター、そろそろ解明した方がいいで。この代で解明しようぜ、ヴァンパイアハンターっていうクソダサい名前。もう元の人間とは何もかも変わってしまっているんだ。お前や俺の知ってるアンジェはもうすでに殺された。まあでもそやろな、だってシンシアを吸血して多分殺しちゃったっていう線が今成り立つもんな、成り立ってるもんな俺の中で勝手に。あれはもうただの化け物、いやただの化け物じゃないやろ。化け物あんなに可愛かったらあんまりよろしくなくない？子供が怯えへんやん。吸血鬼を倒すことがアンジェのためにもなる。今のままではアンジェは神に召されず永遠に苦しむことになってしまう。お前なんで急になんか宗教的な概念を持ち出してきたの？神に召されず。お前にもわかるだろう。あの子は優しい子だったから。はあはあはあ、自分が人を傷つけることが何より辛いはずなんだ。まあ確かに。確かにそんな感じはするな、アンジェの性格。あ、やばい。ベルが納得してしまってる。本当にアンジェを救いたいのなら、本当に強くなりたいのならどうするべきか考えなさい。やばい。父さんのプレゼン力割とすごい。こいつ会社で多分いい感じになり上がってるぞ、このプレゼン力。ベルが納得させられてる。お前ならきっとわかるはずだ。今からでも。お、あ、え、お。ベル逃げ出しちゃった。なんかでも、あ、やばい、咳出ちゃった。何？咳出たせいで。何が起こったかほぼほぼ見てなかった。なんかでもメールさ、一回帰り血を浴びてんのか、誰かにやられたんか知らんけど、血を浴びて帰ってきてた日があったよな、最後の方に。俺あれ、父さんとやり合ったんじゃないかっていう予想やねんけど。で、まあまあまあ、とりあえず今回は食料とりあえずゲットしたから、アンジェ姉さんに差し上げるか。わ、ほら、もう待ってるわ。お食事はまだかしらみたいな立ち方してるわ。まあ、俺ピザの宅配待つ時でも玄関まで出てくるぞ。まあ、家の中まで持ってこさせんのか、デリバリーに。すごいな、ズーズーしいな。アンジェ大変なんだ、早く逃げないと。今バグってるから、あかんあかん。あ、違う、喉乾いてんのか。早く逃げないと、僕とこっちへ。バリ笑うやん。え、逃げんの？はい、出ました。襲い来る吸血鬼から逃げてください。ただし今までとは違い、呼びかけに必要なボタンは、え、待って、え、すべてのボタンを同時に押さなければ道は開かれないでしょう。スペース、ちょっと待って、スペース、エンター、 Z、めっちゃくちゃむずいやん。何それ、やばいやばい。え、呼びかけに、ええってどういうこと。やばい、これだってシフト押しながらさ、とりあえずまず逃げるやろ。あ、いけ、意外と、あっ、え、押してるって。前から言うと思うんだけどさ、押してるでしょ僕。ほら早く、何これ、なんで押してるやん、押してるって。マジで、ちょ、マジで押してんねんって。これ何それ、え、こういうこと。はい、え、ちょ、押してます、私押してます。え、何これ、え、ちょっと待って、え、待って、俺エンターやろ、ちょっと冷静になろ。エンター、Z、スペース、押してます。いや、押してますけど、押してるから押してますしか言えへんねんけど。アンジェ、押してんねんけど、アンジェ、あれもしかして俺のこれキーボード偽装されてんじゃん。これエンターって書いときながら、実はこれエンターじゃないじゃん。あらららら、無理、え、ほんまに、あ、いた、ええやん、嘘つかれた。あ、いた、あ、なんかいける、 Z じゃない、ええや、すごい、自ら解決法を導き出した。イエーイ、アンジェ、俺がだから目を覚ましてよ。こんなのアンジェってやるはずだろ。危なかった、ごめんなさい。
Z って書いてあったもんな。あやからあれか、前までもさ Z 押してても反応しひんかったんか。ふう、ごちそうさま。あ、なんだか疲れちゃった、私もう寝るわね。不服そうや、ベルの顔がさすがに不服そうや。あ、なんか呼び止めるん。あ、でも呼び止められた記憶はないな。どうしよう、あんな状態のアンジェじゃ連れて逃げることなんてできないじゃないか。どうしたら、何か手がかり。僕も寝よ、僕も寝よ。手がかりってなんや。 Friday Words on Friday。 日曜まであんねんの確か。今までで一番嫌な朝だな。アンジェは、おお、やばいやばいやばい、おい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 、え、何これ、無意識的になんか俺襲われかけてない？はあ、びっくりした、びっくりした。何、普通に話しかけるよ。なんや、どうしたんどうしたん。え、ベル、何、え、やばい、吸血される、吸血される。アンジェ、笑いすぎアンジェ、待った？え、あんな、説明させよ、説明してよ。今まで親切に説明してくれたのに。何これ、またあれちゃん。あー、無理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 。あ、はまった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 。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。なんでなんで、 why 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 why。 アンジ、本当は分かってるんだろう。だからきっと、あ、クッキーが、クッキーが、あれ、これ下に逃げたらどうなんやろ。ダメだ、何、どうしたん。このままじゃ拉致が開かない、一旦別の部屋に避難していと。はい、出た、俺もうベルト、ベル、まさにもうベルト俺一心同体になってるわ今。それでもなお呼びかけ続けてみる。今こいつ机の上走ってきたな、もうお行儀悪すぎるやろ。これで、でもこれでベルもうまい。吸血鬼ってすげえ強いねんな。え、やばい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 、え、うわ、ふふふふふふ、殺される。あれ、どうなったっけこの後。あれ、あ、このタイミングで正気を取り戻した？ん？こんなシーンあったっけ？ベルトどうしたの？アンジェなのか？寸前で正気に戻った。え、こんなシーンあったっけ？アンジェ編で。あー、なんかベルが、悲鳴がどうたらこうたらって言ってたな。この辺りからなんかベルがおかしくなっていくんじゃなかったっけ？ちょっとそこで見間違いをしちゃってさ。そうなんだよ、だからアンジュは気にしなくていいんだ。そろそろベルおかしなるぞ。なんでベルがおかしなったんかっていうのがすっげえ気になるから早く先に進みたいな。お前や俺の知るアンジュはもうすでに殺された。今の彼女は確かに姿形はアンジュにそっくりかもしれないが、あれはもうただの化け物なんだよ。なるほどね。逆ハロウィンパーティー的な？逆ハロウィンパーティーやな、いわゆる。なんか、渋谷やばかったらしいな、今年。渋谷ちゃうか、東京。逆ハロウィンパーティー。見た目はお化け物やけど、中身は人間がハロウィンパーティーやとしたら、ベルの目、瞳がすごいキラキラしてる。どうしてこんなことに。逆ハロウィンパーティーは、見た目は可愛いけど、なんか、本当は化け物だよみたいな。ごめんな化け物とか言って、俺が言ったんちゃうからな。アンジェ、あ、おかしくなりだしてる。お、何が。さっきからなんだか様子がおかしい気がするんだけど、一体何が。あ、は、誰の様子がおかしいって。別にどこもおかしくないよ。変なのはアンジェの方だろ。あ、言っちゃった。
様子がおかしいだなんてアンジだけには言われたくないよ。やばい、気まずいぞ、気まずい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 、この無言で無言で見つめ合う感じ気まずい。さあ行こう。何か解決方法、打開策を見出すためにはとりあえず外に出ることが大事やからな。とりあえずじゃあセーブして、もう今回もここで終わっとくか。あんまり俺長いパート好きじゃないし。はい、というわけで今回とりあえずここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。